ソニックスタジアムスイタスタジアムツアースイタン、こんにちは。ようこそ私立スイタサッカースタジアム、愛称パナソニックスタジアムスイタにお越しいただきました。今日スイタンと一緒にスタジアムを案内するのは私、株式会社ガンボ大阪施設運営課の唐敦と言います。よろしくお願いします。このスタジアムは2015年にできまして、2016年からサッカー J1 リーグのガンバ大阪がホームスタジアムとして使っている、サッカー専用スタジアムです。近くからサッカーの迫力を楽しむことができる素晴らしいスタジアムですので、その応援席、それから雰囲気を楽しんでもらうとともに、また VIP、 それに選手の使うところ、最後にはピッチもお楽しみしてもらいたいと思います。スタジアムは吹田市の北部にあります万博記念公園の中、南側の方に位置するところに立っています。万博公園にはモノレールの万博記念公園駅があり、またエキスポシティや、自然文化園、たくさんの施設があるんですけれども、その中にこの大きなスタジアムがあります。それではスタジアムの中に行きましょう。せーの。スタジアムにはここぐるーりと一周、車椅子席が約300席あります。ここはコンクリート打ちっぱなしを生かして、電線の張ってない、段差のない、非常にバリアフリーな作りになってます。また競技場内のいろんな絵についてはユニバーサルデザインを取り入れて、誰が来ても分かりやすい場内のサインをつけております。このスタジアムの一番の特徴はサッカーのピッチまで非常に近いところです。一番前の座席から選手が走り回るところまで約7メートル。それからこのスタジアム全体が陸上トラックのあるスタジアムの中にすっぽりと入るぐらい、一番後ろの座席でも近くから見れる、それがこのスタジアムの大きな特徴です。スタジアムは3つの場所に分かれていまして、今いるのは上層階、ぐるりと一周で約1万8000の座席があります。それから両側に大きなモニターがありまして、特にこっちの方は横長にとても綺麗な画面が2年前にできました。スタジアムの観客席の下は実は倉庫にできるように最初から設計がされてまして、今は吹田市の防災備蓄倉庫として、たくさんのものが置いてあります。全部で5箇所、食べ物やそれから毛布、ビニールシート、そしてたくさんの災害用のトイレやトイレットペーパーなども置いてあります。おお、スイタン。目の前に広がるこの大きなサッカーコート、サッカー選手の走り回る場所は長さが105メートル、そして奥行きが68メートル。こんな広いところをサッカー選手は1試合で10キロから15キロぐらい走ります。とってもハードなスポーツなんです。プロのサッカー選手がやる場所は、自然の天然芝でサッカーをやります。そのために夏の暑さに強い芝生と、それから冬の寒さに強い芝生、その2種類を使い分けて一年中緑の中でサッカーをすることが求められます。そのためにたくさんの工夫がなされているスタジアムなんです。ここはガンバ大阪の選手が戦う準備をする選手のロッカールームになります。非常にかっこよく作られていて、形も丸くなっていて、全員の顔がよく見える、一致団結して4万人のお客さん、ガンバの勝利を届けるためにここで準備をいたします。また部屋の奥には次の試合に向けて疲労回復をするためのお風呂があったり、あるいは製氷機、監督コーチ室が別にあったりと、いろんなことが選手のために考えられてできたロッカールームです。スタジアムの4階、
VIP のフロアになります。